はい、松本清張の作品紹介です。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は火の記憶という小説について話をしたいと思います。これは短編小説です。で、この全集の初期の短編集の中に入っています。で、非常に謎めいた書き方をしている小説ですので、じっくりと聞いてほしいと思います。ではあらすじの方から話をしたいと思います。主人公の依子は高村康夫と結婚をしました。しかし、高村の戸籍には父親が失踪したままで除籍をされているというふうに書いていました。依子の兄はそのことをずっと気にしていました。で、ある日康夫はその件について依子に話をしました。で、ここから康夫の話になって一人称の僕はという形で語られていきます。康夫の父が失踪したのは康夫が4つの時でした。母は父のことをあまり話したがらなかったのです。何でも石炭の仲買いの商売をしていて各地を飛び回って忙しそうだったということです。康夫には幼い頃の記憶がありますけども、父が家にいたという記憶はありません。ただこんな記憶があります。母が自分を連れて夜道を歩いているけども、その母の横に男が歩いていた。その時母は今夜のことを人に言うんじゃないと言ったのです。まだこんな記憶もあります。真っ暗な闇の空に火が燃えている。炎はゆるく揺らいで魔術のように燃えていたということです。で、自分は母の手を握ってこの光景を見ていた。ところがこの光景を見ていたそばにまたあの男がいたのです。山の火を3人で見たのでした。父は家にいない。母はどこかにいる父に会いに行く。その母には別の男がいる。そんな記憶があったのでした。母は秘密を持っていて自分に隠していることは分かっていました。その後母が亡くなってから1枚のハガキが見つかりました。それは死亡通知のハガキでした。亡くなったのは川田忠和、差出人は九州の N 氏のエラトラオでした。で、安尾はそのエラに会いに行きます。しかしそのエラトラオという人はすでに亡くなっていました。そして年老いたそのエラの奥さんが出てきて話をしてくれました。川田は胃がんで亡くなったのですけども、自分が死んだら数人にハガキで知らせてくれと言われていたのでした。それでハガキを出したということだったのです。で、川田は土地で、長いこと警察に勤めていましたけども、失敗をしてこちらの方に来て間もなく警察も辞めて行商をしていたということでした。分かったのはそれだけでした。で、それ以上の深いことは分かりませんでした。で、安尾は N 氏からの帰りで汽車の中からぼんやりと外を眺めていました。すると高いところに真っ赤な火が燃えているのが見えました。それはまさに幼い頃に母と男と3人で見たあの日でした。その日は炭鉱のボタ山に捨てられた炭が自然発火したものでした。それで分かったのです。母はここまで川田忠和に会いに来ていたのだということを。この目の前の日を3人で見た時、そばにいた男は川田だったのだと、そういうことから全てが分かったように思いました。以上が安尾が依子に話した内容でした。で、これで小説は終わりかなと思えばまだ続きがあります。依子は安尾の話を兄にそのまま話しました。すると後日兄から気になることがあると手紙が来ました。その手紙によると安尾の話には
隠されたものがあるということでした。そうしてある推理を展開します。その推理は驚くべきものでした。母親のところに来ていたのは刑事です。それはあの奥さんの話からわかるわけなんですけども、その刑事は張り込みをしていたのだろうということなんです。父親が何らかの罪を犯していつか戻ってくるだろうということで張り込みをしていた。でその刑事が川田忠一忠和で、母親はその刑事と後に仲良くなっていったという、そういう考えでした。でその内容を手紙で読んだ依子はすぐに手紙を破り捨てました。そんなことはもう自分には問題ではないということでした。というようなところで、この小説は終わりになっています。でこの小説を読んで感じたことですけども、この小説に出てくる母と別の男の存在のその幼い頃の記憶は他の小説にもちらほらと出てきますね。家紋などがそうですね。似たような場面がいろんなところに出てきていて、そういうことをちょっと思い出しました。で最後に兄の推論が出てきますけども、証拠があるわけではありません。あくまでも推理であるということですね。でこの部分を読んで張り込みの小説を思い出しました。しかし張り込みが書かれたのはこの作品の2年後です。で松本清張はひょっとしたらこの頃から後の張り込みの小説の構想が頭の中にあったのかも分かりません。それとこの張り込みの方はですね、刑事の側から見た小説です。この日の記憶は家族の側から描いていて、ちょうど逆になりますね。それを比べて読んでみると面白いと思います。ぜひこの小説を読んでいただきたいと思います。ではまた別の作品でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。